赤木誠は毎日放送所属のアナウンサー。MBS を含む JNN、JRN 加盟局の優秀なアナウンサーを毎年表彰するアノンシスト賞において2005年度にラジオスポーツ実況部門、2017年度にテレビスポーツ実況部門で最優秀賞を受賞。2018年10月31日の定年退職後も、 同局のシニアスタッフとしてアナウンサーとしての活動を続けている。福岡県内で出生した後に自衛官だったジップの転勤に伴って札幌冬季オリンピックの前後に北海道札幌市で8年間生活。神奈川県内や長崎県内への転居を経て高校時代の3年間を 鹿児島県国分市で過ごした後に福岡市内にある九州大学の理学部数学科へ進学した。九州大学への進学を志したのは本拠地を福岡市内の平和大球場に定めていた西鉄ライオンズのファンだったことによるところが大きかったという。現に入学後は学内の西鉄ライオンズ同好会で活動。幼少期から転居が続いた影響で、 共通語が身についていたことに加えて、大学生時代にアルバイトとして、九州朝日放送のスポーツアナウンサーの子息の家庭教師を務めていた縁で、アナウンサーを目指すようになった。大学卒業後の1981年にアナウンサーとして毎日放送へ入社した。毎日放送入社3年目の1983年から、 プロ野球のナイトゲーム中継を中心に、ラグビーや駅伝などの中継で、スポーツアナウンサーとして活動。阪神戦では、JNN 全国ネットの中継に登場することも多く、阪神対巨人戦の実況を毎年最低でも1回担当しているほか、日本シリーズの実況も数回経験している。阪神球団が創設80周年を迎えた2015年には、 球団創設80周年阪神タイガース総選挙 DVD の制作に毎日放送。朝日放送が協力したことから、両局を代表するスポーツアナウンサーとして朝日放送の伊藤文隆と共にナレーターを務めた。また、ラグビーの実践経験がないにもかかわらず、入社3年目から全国高校ラグビー大会に関与。年末年始に、 東大阪市花園ラグビー場で催される本大会でテレビラジオ中継の実況や開会式、準々決勝、準決勝組み合わせ抽選の司会を任されていた。さらに、奈良テレビ放送が制作する奈良県大会決勝戦の中継でもおよそ30年にわたって実況を務めている。2018年の誕生日で毎日放送の定年である60歳に到達。 同局のアナウンサーとしては、同年9月24日の阪神対巨人戦の、関西ローカル向け中継での実況を最後に、MBS テレビのプロ野球中継への出演を終えた。MBS ラジオでは、同月27日の阪神対横浜 DNA ベイスターズ戦の、関西ローカル向け中継の実況を最後に、本番カードとして、自社で放送される、阪神戦中継の担当を退いている。 2018年10月31日付で毎日放送を定年退職。翌11月1日からはシニアスタッフとして同局でアナウンサーの活動を続けている。定年後は主に定時ニュースを担当しているが、ラジオでは2019年以降も阪神、オリックスのホームゲーム中継や全国高校ラグビー中継で実況を続けている。また、 ラジオのスポーツ関連番組へ不定期で出演するほか、インタビュアー専任ながら、ガオラが制作する、選抜高等学校野球大会の CS、インターネット向け中継にも登場している。2019年4月からは、毎日放送に席を置いたまま、タイガース V 特急の MC も担当。新日本放送時代の1959年3月1日から、 テレビ放送事業とラジオ放送事業を兼営してきた毎日放送は2021年4月1日付でラジオ放送事業を株式会社 MBS ラジオへ移管毎日放送は移管を機にテレビ単営局へ移行したが赤木はアナウンス職のまま同社の総合編成局へ在籍する一方で株式会社 MBS ラジオが制作放送する番組にも MBS アナウンサーとして出演している。毎日放送では2021年に新卒扱いで3名のアナウンサーを採用したことから新人研修の責任者であるムカワトモミアナウンサーからの依頼で同年にはシニアスタッフでありながら研修の講師を特別に務めている。テレビラジオこの他にも掛布がパーソナリティを務めるプロ野球関連の年末特別番組で 毎日放送アナウンサーとして、家計婦のパートナーを務めることが、恒例になっている。テレビラジオ DVD 新聞連載 ABC、テレビタレント人名辞典に違い、アソシエーツ、2004年6月、13ページ。ISBN 978から4から 816918520ABCDE 行政で始まり、青癖で終わる。MBS。 赤木誠アナウンサーハット AB 唯一の涙声実況、掛布さん引退試合の最終打席 MBS、赤木アナ24日の伝統の一戦で最後のテレビ実況制放送、最後も3時間半、やりきったという感じ、ハット ABMBS 赤木アナ、10月末で定年退職、24日、阪神 VS 巨人戦で集大成へ、ハット MBS ラジオでは、 赤木が毎日放送へ入社する前から日曜日午後の番組編成で競馬中継の放送を優先している。このような事情から競馬中継と重なる時間帯に阪神のデーゲームが開催される場合にはホームビジターを問わず中継の自社制作や他局制作分の同時ネットを見送ることが多い。中継最大のピンチ救われた。 生涯忘れない2003年日本シリーズ第4戦、ABMBS コラム、アカシア電次第にええ話はいらんねん。2018年10月31日不記事、アナウンサーが記憶から消したい大失敗を告白。9回裏に、近鉄の北川博俊氏が代打で放った逆転、サヨナラ満塁優勝決定ホームランが、スタンドに入った瞬間、あまりの劇的な幕切れに、ああ、ああ、 と絶叫した。ちなみに、RKB 毎日放送のスポーツアナウンサー、石田和弘は、最高の試合にこの試合を挙げた際に、赤木のこの絶叫を引用している。テレビラジオ局報道関係者、最高の試合、名場面、名勝負2010年、NPB スローガン、ここに、世界一がある。スペシャルコンテンツハット NPB 及び、アジアのプロ野球公式戦における、 シーズン最多本塁打記録 NPB1、軍公式戦史上初の記録、MBS ラジオが中央競馬の実況中継をレギュラーで編成している時間帯であったため、同局では赤木の実況音源を報道素材として活用。ラジオ中継で近鉄のベンチサイドリポーターを担当。当時の先輩アナウンサーだった結城哲郎が、 ブライアントによる3打席連続本塁打を実況した。2016年シーズン終了時点での NPB オールスターゲームにおける連続打者本塁打記録唯一の涙声実況、掛布さん引退試合の最終打席、シニアスタッフ移行後最初の実況は、2018年11月18日に奈良県立菓原公園陸上競技場で開かれた。 奈良県立五所実業高等学校対天理高等学校選中継。準決勝、決勝限定の録音中継ながら、第86回全国大会以来12、大会ぶりに復活したラジオ限定の実況を最初に担当。ありがとうございます。